はい、こんにちは。今回は夕焼けの風景を空想で描いたので各家庭をご紹介していきます。このチャンネルでは写真を見て描いたりする描き方ではなく、実在する現実でもなく何も見ずに心の描写をする、心で思い描いた世界、空想の世界を描く家庭をご紹介しています。そのため目で見た現実世界とは異なります。心で感じたものを誇張して描いております。では色の説明をしていきますが、ちょっとこれねぐちゃって色が混ざっちゃってますけど、これちょっとさっき手でビュッてやっちゃいしまいました。色の説明していきます。まず青からですね、コバルトブルー、ピロールレッド、アゾイエロー、アゾオレンジ、ローシェンナ、ローアンバ、サップグリーン、ランプブラック、チタニウムホワイトです。こんな感じですね。でまずはね、位置を決めますね。空と、地上の境目、空の部分の下にちょっと山を描くので、山の頂上の部分がだいたい半分ぐらいに来るあたりにしたいなと思うので、ちょっとしたあたり、画面で言うとこれだとだいたい3分の1ぐらいの、位置にマスキングテープをはめました。まあ、この位置で結構イメージとかね変わってきます。そしてまずは光の位置を決めていきます。今回はね、このちょっと右寄りの中心よりちょっと右に寄ったあたりですね、このあたりにまずはね黄色と白混ぜ合わせた色を、光の位置を決めたら、そこにファーッと伸ばしておきます。そしたらね、ここから今度は、この位置ですね、ここまずはね光の位置をしっかりと決めます。そしたら今塗った色にオレンジをちょっと混ぜます。そしてまあここら辺からは、全部綺麗にグラデーションをするのではなくて、ちょっとムラのある感じにしておきます。そしたら今度は、青と白と茶色、そこにほんのちょっとの赤を入れますね。この色をまず作っていきます。最初はね、少しずつ入れながら色味を調節していくような感じで作っていきますね。最初から思いっきり濃い色を塗るのではなくて、淡い色合いから徐々に徐々に、色を重ねて深みを出していくようなね感じで描いていきます。なのでここもね、色をまたこれね今ちょっと配合をほんのちょっと変えた色を上からこういう風に重ねてますけども、こういう風にちょっとずつちょっとずつね配合を変えたい色合いで重ねていくと色に深みが出てきますね。でこれはねまばらに塗っておきます。まばらに塗っておいて、今開けた部分、この部分に、今ね筆をしっかり洗って、今度は白をね取って、今開けた部分を中心に塗りながら、今塗ったところをふんわりぼかすような感じでね伸ばしていきます。この上の方はねシャーっとしたなんかそういった雲ありますよね。なんかこうね風にこう流されてシャーっとね広がっていくような、そんなイメージの雲ですね。でさっき描いたこの黄色とオレンジの部分、この部分を上にちょっと引き上げるような感じで色を、上の方に黄色い色合いをなじませていって、綺麗なグラデーションにしていく感じですね。この時もハケにね水を、含ませて、伸ばしていくと綺麗に伸ばせるかなと思います。でまたここでね黄色オレンジ白混ぜ合わせた色を取りました。そしたらねさっきね白で上のところ伸ばしたところ、その上にふんわりと黄色を磨かった色合いをねふわーんと伸ばしていく、この土台に何も描かずに色をのせるときと白を入れてからのせる色って若干変化するんですよね。そういったねちょっとした色のね
ね、ニュアンスの違いっていうものをね、少しずつ出していきますね。で、ここから今度はね、濃い色合い、青と茶色と赤を混ぜた色合いですね。この色合いでね、日の近くの辺の、雲を描いていきます。日が出ている部分の近くっていうのはコントラストがこう強くなっていきますよね。光と影っていうものも強くなってくる。なのでね、こういうところは、濃いめの色合いで描いていくんですが、まず最初からね、思いっきり濃い色にするのではなくて、なんとなく形を決めて描いたら、今描いた部分と空の部分を、こうぼかしていく、綺麗にぼかしていくようなイメージですね。今描いた雲と空との境目の部分を、これはね、白と黄色を混ぜ合わせた色をほんのちょっとつけて、水で湿らせた筆でふんわりとぼかしていく。こういう風にね、ぼかしていくことで雲をね、すごくうまく綺麗にね、描くことができます。こう描いてはぼかして、描いてはぼかしてっていう風にね、繰り返しながら徐々に徐々に色を重ねて濃淡をつけていく。で、またね、この濃淡をつけるだけではなくて、この一つの雲の中にも色合いの変化ってものをね、つけるといいですね。ここからね、日の近くの部分に今度赤みがかった色とかね、入れていきますけども、この一つの雲もね、この同じ色合いでバッと描くのではなくて、描いたらその周りの部分をぼかして空になじませていったら、その一つの色でも濃い部分、暗いね、明るい部分、そしてから、ちょっとね、色合いの違ったニュアンスの色合いを入れてあげたりとか、色のグラデーションをつけてあげる。そういう風にして変化を持たせていくと、深みのある雲を描くことができます。今これね、オレンジ入れましたね。これもオレンジもこの光がふわーっと広がっていくように、まずはね、淡い色合いで日の周りの部分にね、今ファーッと入れました。で、またこの上から白で今のオレンジをふんわりと広げてますね。こういう風に広げていくと、光がどのように反射していくのかなっていうのが、だんだんとこうイメージがついてきますよね。で、この上の方にもね、上の方の雲にもちょっと今オレンジのね、色合いとか入れました。もうこの辺の色合いとかっていうのは、私がこの色でやってるから、この色で描かなきゃいけないってわけではないので、もうね、もう空って本当に雲ね、毎日一刻一刻と同じものが決してない、ね、常に変化している。毎日ね、毎分毎秒違う色合いでね、そういった、雲を描くときも、自分の思い描いた色、心で感じた色合いっていうものを、このように描いていくといいですね。今これオレンジ系で描いてますけど、例えばこれをね、ピンクがね、強い色合いにしても綺麗ですよね。そういう風にね、これこうしなきゃいけないってものはないので、この描き方はね、参考にしていただきながらも、色合いとかをね、ぜひね、ご自身の感じ取った色合い、ね、今こんなイメージの気分だなっていうね、気分でね、色をね、つけていってもいいと思いますね。今ね、これ日の周りのところは赤みがかった色合いをね、今強くして、日の遠い部分を青みがかった色をね、強くしてます。今かなりね、激しくパキッと色が分かれてますけども、ここからね、徐々にまた色をね、積み重ねて、こう上から重ねて描いていくことでね、だんだんニュアンスもこれ変化していきますね。これ
これ今ね、色合いの違いを描いてますね。日の近くのところは赤みがかった色にしてます。で、この日の遠い部分、今これ、ね、青紫の色合いを濃くしましたよね。で、日の近くの部分に今これ今度は、オレンジがかった色合いをね、光の反射で入れました。こういう風にね、雲の中にも色合いの違いを出してあげる。この日がね、どのように当たっているのかっていうのを感じ取りながら、日の当たっている方向に明るい色合いを入れて、日の遠い部分を暗い色にしていったり、あとはもうこの日の本当に近くのところになると今度逆光になってくるので、そういうところは思いっきりね、強い濃い色合いにしてもいいですよね。で、今度ね、一旦これで雲の部分は半乾き状態に一旦乾かします。その間にね、今下の山を描いてますけども、この山の部分もこれも同じように、さっき日を描いたのと同じようにしていきます。今これ赤と茶色を混ぜた色合い、これで日の近くのね、真下の部分、ここの部分はね、思いっきり赤茶色の山にします。そしてこの日の部分から離れていくにつれて、徐々に青紫になっていく。で、そのグラデーションもね、この今青紫描いた上に今ちょっと赤茶色でファーッと、ね、上から色を重ねて、で、そうするとこうね、日がファーッと当たってね、夕日がファーッと広がっている感じがね、出てきますよね。今これね、イメージをつけるために下にこう川が流れている形をね、こんな感じにしようかなって決まったら、一旦これイメージをつけるためにね、色をつけてます。またこの後でね、しっかりとね、描いていきますが、ひとまず今これね、色合いを、夕日のね、色合いの反射でオレンジ描いたら、筆を縦横という動きですね。水面を描くときは縦横という風に筆を動かしていく。で、一旦描いておいて、今度またさらにね、この雲の上の部分、ここの部分に反射する、夕日のね、光が反射している部分を描いていくために、またこれ今ね、白を乗せてますよね。これね、なぜ白を、黄色でなくて白なのかっていうと、またこの上から白を乗せておいて、そして半乾きになってからまた上からオレンジとか黄色みがかった色を入れてあげると、このね、描いた絵の具の上から白を重ねて、さらに乾いてから乗せた色っていうのは、最初に乗せた色と若干色がね、異なってくるんですよね。微妙な違いなんですけども、なんとなくね、こう土台に白があってのせる色って、こうパキッと、ね、華やかなね、明るい色になりますよね。その黄色と、そのままの黄色と色を重ねた時の黄色っていう風にね、黄色だけでもね、何種類もこの色のね、表情を作り出すことができるんですね。土台の色によってね、色味ってものがすごく変化してくる。一つの絵の具でも様々な、表情を作り出すことができますね。で、今これ日の当たっている部分にね、オレンジがかった黄色を入れてます。これも下からちょっとすくい上げるような感じで、さっき描いたこのね、青紫のところ、赤茶色の部分の下のところに黄色色合いをふんわりと重ねている、ね、そうすることでこれもね、夕日の光がファーッとね、広がって反射して広がっていく感じを表現できる。で、今さっきこれね、白で描いた部分の上から黄色をね、ふんわりとね、乗せてます。こうするとね、このまた色合いがね、この中心の部分の黄色と上の部分の黄色の
のね、この違いがわかるかなと思いますが、上の方はかなり鮮やかなね、明るい黄色になってますよね。こういう風に重ねて描く色とね、その重ね方、土台の色をね、どのような色をつけるかによっても色味っていうのがね、徐々に変化してきます。この山の部分でもベターっとね、同じ一色でベターっと描いてしまうのではなくて、中心を赤らんだ色合いにしてね、左右の部分を青みがかった色合いにすることで、もうこれで光っていうものがね、この反射によって表現されてますよね。もうこういった光の反射によって光を描くっていうね、ことをここから少しずつやっていきますね。上の方にもね、今回はかなりね、ちょっとオレンジがかった色合いに、しておりますが、ここからね、また徐々にコントラストを強めていきます。この絵の具が乾いてない時っていうのは、なかなかアクリル絵の具って上からのせてもね、下の色をすくってしまって色が乗らなかったりするので、そういう時は一旦乾かして上から色を重ねていくと、しっかりとね、絵の具が定着しやすくなります。こういうのもね、心で感じたままにね、心で描いていく。今これ光を描きましたね。ここからファーッとね、山にこの光が当たって広がっている感じね。またこういう風にコントラストをつけていく段階で、徐々に光っていうものも、コントラストを強めていきます。もうこういったものは本当にね、心で感じたものをね、色合いにして、心で描いていく。心で描いていくと、そういったものが自然とこうね、絵に現れてきます。これでね、山の方にちょっとね、光の筋がファーッと当たってる感じを今描きましたね。後でこれね、山の部分はもうちょっと光をね、柔らかい感じにしていきます。そしてここからようやく緑と茶色と、そこにね、今赤を入れましたね。緑と茶色と赤で、黒もほんのちょっとかな。で、かなりね、濃い色で、まずはこの手前の部分のね、森の部分をね、バーッと描いていきます。そしたらこのままハケを洗わずにローシェーナーをつけました。ローシェーナーをつけて、ハケでポンポンポンとね、軽く叩くようにして、遠くの方のね、色合いをつけていきます。もうこうするだけでもね、向こうからこう光が当たってるんだなっていう感じが出てきましたね。で、またハケのね、今角っこに、黒ね、そのまま黒をつけて、ちょっと部分的にムラのある感じをね、出しました。で、またここで黄色とローシェンナで、光の当たっている方に明るい色合いを入れてます。もう今回はこのね、空、夕日がメインなので、夕日をメインにしたいなと思ったので、もうね、この草原というか森というかね、川を挟んだ両サイドにある部分は、あんまりね、細かく描きすぎないで、なんかこうふんわりとしたイメージで描いていきますね。どうしてもね、こういうとこまでしっかりと細かく描きすぎてしまうと、ね、ガチャガチャしてしまうし、なんか雰囲気がね、分かりづらくなってしまうので、もう色合いのイメージも、濃いめの色合いで、ここから川に反射した色合いをつけていきます、オレンジと黄色と白混ぜ合わせた色を、今ね、縦にシャッシャッシャッと乗せました。そしてまたこの空の色合いですね、青と赤少しと茶色少しと白混ぜた色、この色で、空の色合いが反射してくるので、なんとなく色合いを合わせながら、
上と下のあたりをね、青みがかった色合いにしました。で、色をある程度のせたら、ここから筆を縦横という動きで、水面の質感を出していきます。水面を描くときは筆は縦横、ちょっと幅の広い平筆とかを使うといいですね。そしてここで、右側の森の部分の映り込み、これをね、ここに描いていくと、よりこのね、あ、ここ水面なんだなっていうね、感じが出てきます。この時に何かこのね、手前のあたり同じ幅で描くのではなくて、ここら辺にね、大きな木があると想定しながら、部分的にね、こうジグザグと影の部分もね、ちょっと凹凸をつけてあげる。今これちょっとね、凹凸つけましたね。この辺りに大きな木があるイメージで、影をちょっとだけね、部分的にこう引き伸ばして、下に暗い部分をね、引き伸ばしていく。こういう風にすると、こうね、ここになんかこう大きな木があるんだなっていうイメージがこう出てきますね。なんか雰囲気が出てきましたね。部分的にこのようにこう影を引き伸ばしてあげるといいですね。だいぶもうね、この映り込んだね、水面の感じが出てきました。ちょっとね、影を引き伸ばすだけでもかなりイメージがぐっとね、出てきましたよね。このね、空、雲を描くときっていうのはね、本当に根気よく焦らず、少しずつ色を重ねていくことで、色にね、深みが出てきます。なのでね、一度でバチキッとね、この雲を描こうとしないで、少しずつね、こう育てていくようなね、景色を生み出していくような気持ちで、色合いを少しずつ重ねて入れていくようにすると、その部分でもね、またこの色を作りながら入れていくことで、若干の違いが出てくる。ね、それがまたね、色の深みになってきます。で、この下のところもね、影の部分をしっかりとつけました。このね、光の部分を強調されますね。こういった風にね、何を見せたいのかっていうところをね、メインをしっかりと定めて表現していくといいですね。はい、これでね、完成しましたが、実はこれね、さっきのところからね、次の日またね、どうしても納得がいかなくてね、上から色をちょっと青みがかった色もね、オレンジがかった色も重ねました。そうすることで、雲のね、上の部分でもものすごくね、様々な色合いがね、生まれましたね。色にこう、どの部分をとっても違う色合いが、ね、微妙に下の色合いが浮き出ている部分だったりね、黄色からオレンジというようなね、グラデーションが、出たりしてきます。そしてちょっとね、カラスとこのね、カモの親子を水面に泳いでいる感じをね、描きました。お家にね、みんな帰っていく夕暮れの時間帯、このね、水のこの波紋もちょっとこのカモの泳いでいる流れに沿ってね、ちょっとだけ波紋をね、バーッと入れてみましたね。こういった動きを絵の中に入れるのもいいですね。はい、これで完成になりました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価のグッドボタンの方もよかったらよろしくお願いいたします。あと、ベルマークっていうものがね、画面のね、右下あたりについてるかと思いますが、それをね、ポチッとね、オンにしておくと、私がこの動画を新しいのを出した時にね、お知らせが届くようになりますので、よかったらそのベルマークもね、ポチッとしておいてください。ありがとうございました。